なんかライブでさ、パパ芸人みたいのがあってさ、それで一緒にパパ芸人で集まって奥さんと、娘、息子に、パパは何点か、100点満点中何点か聞いてください、でそれを送ってくださいって言われてさ、長女にさ、しゅうちゃんパパ何点って、100点満点で何点って言ったらさ、まず1点おん、まあまあまあ子供の言う点はまあ、でもまあじゃあなんでパパ言ってんなのって言ったら、おひげボーボーだから。いや可愛らしいじゃん。むちゃくちゃだよ、まずまずな。あ、そうなんだ、まあ、子供だからしょうがない。じゃあもしひげボーボーじゃなくて何点、0点って、嘘だろっていうぐらい下がる。あれ、その逆なんで下がるんだよっていうような嫁。なんだパラレルワールド嫁な。ライブだからとか言っちゃうと、なんかもう違うから、もう普通にこう子供が寝て、まあ夜こう喋るんだけど、嫁と、あのさみたいな、ちょっと俺一個質問したいんだけど、日常会話で持っていったんだ。まあ普通の会話からだよ、まず、ああ今日そうなんだ、あ幼稚園そんなんあったんだ、ああなるほどなみたいな、ああでもまあ俺は、ああまあその幼稚園頑張ってくれてるから嬉しいし、で俺はまあ点数とかそういうわけじゃないけど、100点満点だったら俺は今の家族もう120点だなみたいな、でも何言ってんだよみたいなこと言われて、まあまあでもまあそのぐらい俺じゃ幸せだってことだよみたいな、つって、ああみたいな。じゃあ逆に、お前からしたら、俺って100点満点で何点って言ったら、即答、マイナス100点。いやいや怖っ。で、なんでって言ったら、まず質問がくだらねえ、嫁だよね、それ嫁と喋ってるよな、質問がくだらねえ、あと、収入ねえやつに点数なんかつけれねえだろ、嫁だよね、それ、嫁な、で、もう俺も我慢できなくて、いやこれ実はライブなんだよっつって、ライブであの嫁と娘に点数聞けって言われて、さっきしゅうちゃん1点って言われたんだけど、嫁はもうマイナス100って言ったから、マイナス100でいいよなっつって、そしたら嫁なんつったと思う、ライブのスタッフに言っとけ、そんなくだらねえ質問してくんじゃねえ、嫁だよねすごいなおいもうあっぱれじゃない、あっぱれ、中村の嫁はマジであっぱれ、あっぱれだよ、気持ちがいい、そんだけ言われたらマジあっぱれ。